どうもこんにちは部長の小市です今日はフワちゃん問題ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回ですねタレントのフワさんが X 上において出現をしそのことでまあ自粛にするに至ったという話をちょっとやっていきたいんですけども、まあ、この件ねまあ前もちょこっとやったんですけどもこの時はその、まあ、正直私は YouTube で こう活躍されていた頃はちょこちょこ見かけてたんですけどその後テレビに行ってからはほとんどテレビを見ないのでどういう活躍されていたかっていうのがよく分かんなかったんですけどただ、まあ、現象としてはですね X 上でいくらまあ出現ちゃ出現かもしんないけど、まあ、そこまでかなみたいな感じで、まあ、とにかくその出現した後にそのまあなんていうですか一応謝罪、まあ、謝罪も下手くそな謝罪だったってのもあるんですけどまあ 番組ですかねラジオ番組がまあいわゆる交番になったり等々ですかねそれによって結局自粛に追い込まれるみたいな状況があったという感じなんですよね。でまあねその正直ねまあそういうことは時々あるじゃないですか例えば薬物やったりとかね犯罪を犯したとかねなんかあの <laughs> そんくらいのレベル感のまあ処分を受けてるようなのを見てる感じがすごいするんですよねはい。 はいで、それについては例あのよくある今なんかこう不倫問題もそういう感じであるのでちょっと行き過ぎじゃねえかっていうのはそもそも思ってたんですよね。なんですけどさらに今回出てきたのは、まあ、ただの失言だというところでちょっとあの岡田敏夫さんがおっしゃってるねホワイト化時代まさに極まれるみたいな感じで、まあ、本当にあの悪口が許されない時代に、まあ、入っていったんだなって。 っていうのを、まあ、感じたという話をあのさせていただいてその状況そのものにねすごい関心があってでその後なんか落ち着いたのかなと思いきや、まあ、結構調べてみると記事めちゃくちゃ出てるんですよね。だから、まあ、私あまりよく分かってなかったけど不わさん自身はテレビに結構たくさん出ておられた方なのでまああの出現でっていうのがひょっとしたら影響も大きいしそれからそのやっぱりこの状況を見て 著名人がね、なんかまあ言ったり言わなかったりすること自身もニュースになったりとかして、まあ、結構なんか波紋大きいなと思ったんで、まあ、今回はこの件をね、えー、取り上げていきたいというふうに思います。はい、というわけでこちら、日刊現代さんの記事で、フワちゃんのあまりにお粗末な対応、安子への暴言騒動の結末は滑稽でもあったというところで、まあ、そのタイトルで記事が出ているという感じですかね、はいで。タレントのフワちゃんによるピン芸人、 やす子 NX での暴言騒動と謝罪後のフワちゃんの対話は滑稽でもあったということでまあ ね、直接会って謝罪したとかそれから何度も共演していて確執はないと X で必死に釈明したが言い訳に過ぎないと非難は拡散と。でスポンサーも反応して「オールナイト日本」は不適切な投稿が確認できたとして番組は中止を決定したとかですね、えー、さらに不適切と指摘された「お前は偉くないので○○してください」のコメントについて操作は間違えて投稿したと弁明と。 で、で文言が問題視されてていいいいるここととに全く気づいてないっていうことですかね。はい、だからまあまああの流れとしてはやっぱり不適切投稿もあったんだけどその後の言い訳がまひどすぎたと <laughs> あれ対応のまずさが目立ったっていうところなんでしょうねはいで、まあ、それ以外にも何だっけメンバーシップっていうのかな X のメンバーシップみたいなやつがあって、まあ、そこでもなんか聞いてねえしみたいなな何て言うんだまあ要するに 煽るっていうののかなな普段のキャラ通りんんだと思うんですよおそらくねちょっとそれは私よく分かってないんで難しいんですけどだからなんかこうこういうなんか炎上騒動になった時にあのあおる系のキャラの人はすごくその困るっていうかより状況を悪化させるところがありますよね。 だからまあ YouTube でもそういう方もまあ中にはいらっしゃるんですけどもでもそういう方もかなりバ,もうバンされていなくなったとかありますがなんかほらね結局も,も,もめるとねこう。 なんて言うう、う、でしょうこう再生数が <laughs> 回るっていうところがあってだけどそれは,そ,れはそこはさすがにダメだろうみたいなところもオラオラしちゃうっていうんですかねまあ、そのことによってまあそういう結構荒い人たちはいなくなってしまったんですがまあまあちょっと話しとれたんですけどまあっていう感じであの普段のねやっぱりキャラとかもあるからなんかこう強がっちゃうっていうのかなうんなんか ままあまあメンタルの強さが逆に出るみたいな <laughs> あるいは逆で弱いからこそ突っ張るのかもしれないんですけどまあいずれにしてもですねこれはなんかあの本当にあのあらゆるなんかこうインフルエンサーとか芸能人にみんなに言わなきゃいけないのはもう炎上した時は SNS 触るな72時間みたいな <laughs> あの鉄則みたいなもうなんか出したいんだったら事務所通してとか代理人通して出せというような話なんだと思うんですよね。はいで えっと、そしてですね、えっ、ー、と、一連の対応のまずさを芸能関係者、大手事務所を解雇され、フリーで活動しているが、げあ、解雇されたんですかえっ、ー、とげ、営業サポートする人はいても、プライベート本人の判断、あまりにお粗末な対応で傷を広げたと。まあ、X の投稿が、まあ、プライベートっていうことになるんですかね。はい。まあ、タレントさんなんかで言うとね、そこも仕事のような気もしないでもないですけど、 はい、という感じでラジオに続きテレビも使わない方向性で調整が行われてると。で被害者の安子氏は許してますと同情するようだったがようやく目覚めたふやちゃんは X で自分のことを見つめ見直す時間にできればと思っていますと活動休止を発表したって感じですかね。はい、なんかね安子さんもかわいそうですよねかわいそうっていうのか単純に、まあ、いいわそ,そういうこと言われましたってで最初はだからそ,それに対してまあ要するに。 被害者だから同情が、この声が集まってたんですけど、ちょっとあまりにもこうね、罰グが強くなると、なんか、お前、なんか同情を引くような発言してんのかみたいな、その <laughs>、なんて言うんでしょうね <laughs>、あの <laughs>、かわいそすぎるみたいな、なんか、本当に誰も得しない騒動ですよね、これ。で、えー、っと、で、2018年公式 YouTube、フワちゃん TV のブレイクをきっかけに、バラエティ番組に。 進出したフちゃんと独特な言葉と先輩に対してもため口という得意キャラと奇抜な衣装で存在感は持ち重宝がられたということですかね。はいで、えー、とこれは綺麗系や可愛い系に混じり癖の強い女子も番組のアクセントとして欠かせないがもろ刃の刃を持つだけに取り扱い注意タレントと言われてるという感じですかね。まあでもどう,どうなのかなちょっとその。 どういう感じで使ってないんですかテレビはね、なんかまあいろんなタイプの人がいるとうん、番組は盛り上がるってことなのかもしれないですね。で えー、で実際、刃を見せたタレントもいたということですかね。えっ、ー、と、畔蒜勇は18歳の時に出演した日本テレビのカミングダウトですかね。で、集団で窃盗を働き、ある店を閉店にしたことを得意げに告白ということで、もうそらバッシングされるやんみたいな感じで、<laughs> これでも犯罪告白ですからね、これは当然、自粛でしょうみたいな感じですかね。はい というところがあったり、それから元ヤンキーを売りにしたバラエティを席巻した木下駅な氏も5年前に事件を起こしたということですね。あれ何だったんだ、まあ、結局ようわからんかったですね。姉がバイトしていたタピオカ店の経営者メールで同活したことを発覚ということで、ね、タピオカ騒動というも言われましたけども、あの事務所総出で行ったらみたいな感じで、当時なん,な,んなんで話題になったんだっけな。<laughs> なんか事務所、芸能事務所のなんかイメージが悪いみたいな,な雰囲気が確かあったような気がするんですよね。で、そ,それで事務所,所総出でって言ってるから、これ本当に脅してんだろうみたいな感じで <laughs>、ちょっと話題になった記憶がありますけどね。はい。ということが起きて、まあ、結果として、まあ、すべて降板みたいなことになって仕事を失ったと。現在 YouTuber になってると。 いうことででも問題を起こすタレントは忘れた頃に出てくるものであるが復活の難し,さ難しさも2人の例から分かるということですかね。はいまあ、だからまあうーんといわゆる女性の尖ったキャラが過去にいてその人たちが尖ってるがゆえにやらかしましたでも復活は難しいよということをおっしゃっているわけですかね。まあ、そうなってくるとなかなか戻れないんじゃないかってことですかね。はい はい、という感じで、まあちょっとね、まあ争いも激しいと言いますか、一応テレビ、腐ってもテレビみたいな感じで争いもあるので、戻れないんじゃないかっていうことをおっしゃってるって感じですかね。まあここについてはなんか、ここまで知名度を得るとですね、まあファンが、まあそのことによってついていたら、そこで別に YouTube なり別のことやるなりで全然やっていけると思うんですけどね、まあ、本人がまた戻りたいって話だったら、話は変わってきますが、 まあでもねちょっとまあ本当にテレビに出る人っていうのがもう本当にまあ今は現状起きたことですけどもう過去のことから含めてもう真っ白な人じゃないともう多分出れない時代なんでしょうね。だから過去にやらかしたってみ、まあ自ら言った話が先ほどありましたけどもまあ自ら言っただけ、えー、あ言ったんですけど。 なんかこれからは例えば過去に何かそういうことをしていたらですねなんかそこも含めて問われていく。 じゃないですか、まあ、仮にいじめなんかやってたらそれで嫌な思いをした人はですねこの人にいじめられたっていう事例も出てくるでしょうしそこまでいかなくても単純にちょっと性格悪いとかですね <laughs> その程度のことでもいろいろ言われちゃいそうな気がしますかね。そうでその安子さんですねめちゃくちゃイメージのいい今回まあ被害者たる安子さんですら確か文春さんだったと思いますけどねなんか過去にちょっとまあ自衛隊時代にまあ嫌な思いをした人が告発されたりとかってのもあったんで。 まあ、とにかくそうですねまあなかなか大変な時代になったというところですかねはいでそしてですねこちらですね続いては「週刊女性プライム」さんの記事でずる賢い指原にの大親友フワちゃんの騒動後のインスタ異変にネット侵略も関係者は正解ということで,で、まあ、ある意味なんかこういった騒動の乗りこなしがねまあ天才的な指原さんなんですけども <laughs> なんかもう 毎回見るような気がしますね。なんか松本さんの時も結局巻き込まれていたし、なんかあの、<laughs> もう、もうここは開き直ってですね、あらゆる騒動に首を突っ込むようなご意見番的な感じに、ね、なったらどうかなというふうに思いますけども、えっ、ー、と、13日、指原氏が自身のインスタを更新ですかね、アメリカへ旅行した時の写真が数枚と、まあ、こんなことにならないように気をつけようと元気にやってますと、意味深なコメントも添えられたという感じですね。はい。 はいで8月3日以来10日ぶりの更新となったがそんな投稿も今回ばかりは異変がということですねそれはコメント欄の封鎖ということですかねはいでえー、っと指原氏といえば安子への X での不適切投稿により、まあ、芸能活動を休止している不ワさんのまあ大親友ということで騒動後の言及が注目されていたがスルーを続けてると。 まあね、ちょっと現状なんかまあかわいそうな気がしますけどね、なんか松本さん騒動でもね、別に普通に正論言ったら、もうなんかほら、松本さんのファンからなんか先般だぐらいの感じで、まだ言われてるでしょ、多分ね。<laughs> だから、<laughs> でもまあ今この時点で何か言おうもんならまた叩かれるっていう、お前は過去になんたらかんたらって始まるわけでしょっていう感じで、まあちょっとね、なかなか大変だとは思いますよね。はい。 で、ふわちゃんの騒動が起こって以降、特に抗言してこなかったということでえ、今回の投稿前の8月3日の投稿には800円ードの,のコメントが集まり、えふわちゃんと仲良くしな方がいいとか、似た者同士とか、いろいろコメントが相次いでいたって感じですかね。はい。という感じで、すでに炎上状態となっている指原氏のインスタグラムと、今回のコメント欄封鎖は防御策という意図もあるのかということで、いつかね、うん、はい。 ということで火の粉はフ,ちゃんフワちゃんの大親友まで及ぶ事態となったということで、まあ、この件に関して芸能プロ関係者は親友と呼ばれている指原さんだけでなく有吉さんや青山テルマさんなどもフワちゃんの騒動についてはノーコメントとしてますということですよねだから、まあ、この件について何か言ったら叩かれるんで言わないのが正解だっていうふうにおっしゃっているんですが。 はい、そうした何て言うんですかね触れないことそのものがなんか記事になったりとかしてすごいっすよねあの大きなお世話やろうとか思うけどで有吉氏がですね冠ラジオで「フワちゃん騒動に言及せず」言って「触れなかったら記事になりました」みたいな感じで一応これに対してこれが記事になったので有吉さんがおそらくこれに反応する形で。 はい。という感じで、えっ、ー、と、こちら、有吉さんのポストですけどね、週刊誌の窓際おじさんが意見を言えと、ずいぶん煽ってくると。だけど、こちらも不創者の手先、お互い商売だということですかね。意見を言うなら不創者だい、いつか言うぞ、すごいこと言うぞ、ということで、フワちゃんも中丸もランジャタイも稲田も、言うなら不創者だ、有吉メモだということで、ご自身の本をね、まあ、宣伝されたという感じで、まあ、まあ、言ったって何の得もしないんでね、別に言わなくていいんだと思うんですけども。 <laughs> なんか、まあ、その辺の私その不安さんとのいろんな芸能界の関係性がよくわかりませんが親しいんだからなんか発信しろっていうことならしいんですけどねまあ今の状況で言うと何をやっても燃えちゃうっていう状況なのでまあ何か友達として手伝えることがあるとするならばまあ裏で支えたりってことかですねあるいは何か復帰の時が来た時にパスを出すとかっていうことでいいんじゃないかなとまあいうふうに思うんですけどねはい。 はい、という感じでね、まあ、いずれにしても有吉さんですら触れられないのかっていうのが私をどっちらかとていうと衝撃で、まあ、いじることもできないっていう感じになってしまっているので、まあ、そういうふうに考えるとですねなんか本当にまあなんか悪口ですよ。<笑><笑> X で思わず悪口言っちゃってその火消しに失敗したら、まあ、ここまでね 扱いづらくなるのかっていうことがまあかなり問題の深刻さですよね。まあ、他のタレントとさんとかみんな含めてなんか震え上がってんじゃないですかね。なんかどん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 なんかこう,こう締め付けがひどくなっていくっていう感じでね。はい、だから今まではね不倫問題とか見ててあそこまでやんなくてもって多くの人が言ってたでしょ。 で,で、今度は悪口ですよ。<laughs> あのえわ悪口で干されんのみたいな状況になっていてですね、この先に何があるのかっていう状況ですよね。はい。っていう感じで、で、そしてですね、その次ですかね、えー、っと、こちらか。 こちら女子,女,子スパさん女子スパさんの記事ですね。粗、え、品、ー、フワちゃんへの意外ないじりにこんな愛のある角度、熱い助け舟に秘めたシーンとはということで、もうね、最近はもう全部困ったら粗品さんということになってまして、もうみんなが触れられないことは、もう全部粗品さんが処理して終わりみたいな感じになってるんですけど、まあなんか解決になるわけではないんですけどね。でも、なんて言うんだろうな。まあちょっと、どうかなみたいな。その <laughs> のは私はもううすすごく思とこありますね多くの人で今までなんかこういじってあげるって言うんですかね芸人さんにしてみればなんか起きた時にまあ要するにいじってある種こうね話題にしてあげるっていうのがあったわけなんですけどもそれすらもうまあほとんどの人がやれなくなってるっていう状況ですかね、まあ、それはなんかその大本太郎松本さんがね活動休止したことも影響してるのかもしれないんですけどねはい。 はい、というわけで粗品さんはですね一人賛否ですね YouTube チャンネルにおいて一人賛否というね、まあ、人気コーナーですねご自身の人気コーナーの中で、まあ、今回の件も取り上げたというところですかねで今回の件についてはですねコメントから抜粋すると何してんね当たり前や活動休止妥当やお前としながら早く、はい、復帰して復帰早ないっていじらせろとかで,ですね藤本の枠やと意外にもあ復帰を後押しするような発言を披露と。 いうことで,でまたふやちゃんに対してそういうやつやったふやちゃんって失礼なキャラやんかとみんなそれ分かってたんちゃうとフォローまで見せたという感じですよね。そうだからそういうことですよ。<laughs> あのだから有吉さんもだからこういう感じでなんでいじんないのかなって不思議なんですけどねまあ簡単に言うとなんかそういうキャラであるの分かりながらまあなんか活用しといてちょっとそれが行き過ぎちゃうと干した上にみんなで。 まあ叩く場合によっては無視みたいな感じで「えー!」みたいなその <laughs> はしごを外すにも程があるやろっていう感じだと思うんですけどね。はいという感じで。 まあ被害者のやすこしに対しては最大限フォローしたのは当然ながら、ウヤちゃんに対しての対応はファンからも意外だったということですかね。はいで、なんでそこまで、えーえー、と助け舟を出したのかというところですかね。まあ指原さんとか青山さんとかね、あの他の信用とされるタレントはまあ言及しづらいようで、まあ、コメント発表してない、まあできないでしょうね。はい っていう感じなのでまあ、中にはアンミカス氏がですね自身のイン,スインスタグラムでまあ、まあ、まあ信じて見届けますとうとうですかねって言った程度だという感じでその中で粗なしが何で触れたのかというとですねえー、とふわっとフワちゃんはユーチューバーではなく芸人としてリスペクトして,しているからではなかろうかということをおっしゃってます。 はい、でさらに粗品氏は安子氏に対して芸人なら面白く返すべきだったというアンチコメントがあることに対して安子という属性はこれ系には返されへん芸人やねんとそれは悪いとかないということで冷静に解説ということで、まあ、この騒動を、まあ、完璧にフォローしたんじゃん ないんですかね、まあ、別になんか特に思い入れがあるというよりは普通に解説したっていうか普通に話題になってることをまあ粗品さんなりにま切、あ、るっていうんですかね、まあ、紹介するとこのような形になったっていうことで、まあ、こうこれそのものがめちゃくちゃフェアなあの表現っていうんですかねだと思うんですよね。 はい、という感じで、まあ、これこそが私は芸人さんのな特権みたいな話で要は世の中のいじりにくいものについて要するに、まあ、お笑い芸人という特権を使って触れていき笑いに変えていくみたいなことができる立ち位置ですよねだから、あのーまあ、要,要するにもっと日本がねこう平和じゃなくなっていった時には風刺を芸人さんがやるっていう形にもなっていくと思うんですけどまあ平和すぎるんでねそういう人がいない、まあ、少ないのかもしれないんですけども。 まあその中において、まあ、芸人さんらしいお仕事をされてるのかなという感想ですよね。はい、逆に言うと、まあ、他の方はなんでやんないのかなっていうのは謎なとこはありますと、はいで。あとですね、それ以外にも、こちらも現代さんの記事ですかね、フワちゃんテレビ追放でもへっちゃらっていうことで、ニックマレッコ世にはばかるで生き残った2人と同じ道ありということで、まあ、ここにのまああの記事においてはですね、まあ今までも、まあ 追放されたけど、あの、木下ゆきなさんとか、それから、宮迫さんが、まあ、宮迫さん追放でいいのかな、あの、されたけど、まあまあ、別に、あの、なんていうんですかね、YouTube という世界で頑張ってやってるよ、みたいなことを、まあ、おっしゃってるような記事なので、だから、どうなのかな、まあ、どういうマネタイズしてるか、私はよくわかんないんですけども、なんか、まあ、割とそういった、あの、悪口系っていうのかな。 まあこうホ,ワホワイトじゃない人あの <laughs> はもうどんどんテレビから弾かれるんでこれを機に SNS 等々で生き残る道を模索した方が まあいいいんじじゃないかなかって感じで遅かれ早かれ弾かれていったっていうかなんか死なない間に少しずつ出番がなくなっていくよりこういう目立った形で出て頑張ってると応援してる応援する人も増えるからまあそっちで生き残りを、まあ、ちゃんと反省すべきとかしてねあの <laughs> その上でみんなの納得感があった上で、まあ、活動を再開する分においては応援する人も多いでしょうからってことだと思いますけどね。だからフワさん以外にも 割と尖った人はキャラ変してね有吉さんとかマツコさんのようにちょっとずつこうまろやかにしてってじゃないですかああいう形でまろやかにしない限りなかなかまあ難しくってそうだから一歩間違えるとこういう形でズデーンっていくでしょだから非常に恐ろしいですよね <laughs> だしでもそんなホワイトなもの誰が見るんだって話なんでまあやっぱり見る人がまあかなり少なくなっていくとか高齢、えー、なんだか高齢層に行くとかねまあちょっと とですねまあかなり厳しくなっていくんでしょうねだからなんかこう水曜日のダウンタウンみたいなね攻めた企画もまあかなり難しくなってだからそれが全部ネットの方に行くっていうことになるのでまあすでにそっちの方にねどん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 流れてるんで時代の流れは止められないみたいな形の現象の一つなのかもしれないですねはいというわけで本日は以上でございますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね